ウォルターゲイはアメリカ合衆国の画家であるフランス農民を描いた風俗画や家具、長度を描く室内画を得意とした。マサチューセッツ州のヒンガムの上流階級に生まれたおじに画家のウィンクワース・アランゲイがいて最初の美術教育をおじから受けた。ボストンのローウェル教会の夜間コース美術教育を受けた後1873年から ボストンの画家、ウィリアム・モリス・ハントに学んだ。有名な投資家、トラバースの娘、マルチダと結婚した。マルチダが相続する父親の遺産は、夫妻のフランスでの優雅な暮らしを可能にした。1876年に、夫妻でパリに移り、レオン・ボナのスタジオで学んだ。ボナは、バスク地方の出身で、ディエゴ・ベラスケスなどのスペインの写実主義の影響を受けていた画家である。 ゲイはしばしば、モンパルナスの画家のたまり場を訪れ、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌや、エドアル・マネ、ジョバンニ・ボルディーニ、エドガードがといった画家と知り合った。1878年には、マドリードを訪れ、プラド美術館で、ベラスケスやスペインのバロック期の画家の作品を模写して、学んだ。1879年から、サロン・ド・パリに出展を始めた。1882年に、 おじと初めて多くの画家が集まっていたバルビゾンやブルターニュのコンカルノを訪れた。フランスの農民の生活を描くようになり、写実主義の画家ジュール・ブルトンやレオン・デルミットに影響を受けたスタイルで描いた。1889年のパリ万国博覧会に出展し銀メダルを受賞した。サロンでも何度か入選し、ヨーロッパ各地の展覧会にも出展した。 1894年にレジオンドヌール勲章を受勲し、1904年にレジオンドヌール勲章を受勲した。フランス、セーヌイコールエイコールマルヌ県のダマリーレリスで没した。ありがとうございます。